はい、これはテーブルホッパーのためのホッピングテーブルです。寸法は少し小ぶりになっています。お客さんのそばに行ってマジックをやる時のテーブルです。ですけれども、お客さんがまだ食事をなさってる、全部終わってない時にお客さんのテーブルにここに置くことができませんね。その時にはですね、付属品の足が別売りになっておりますから、これはネジ止めではないんです。ただ挟むだけです。こうやって、これでもうテーブルが出来上がるんです。そうしましたら、お客さんが、お客さんのテーブルがもう食器でいっぱいの時にも、こういうふうにそばに行ってマジックを見せることができるように、テーブルホッパーのためのもう素晴らしいテーブルです。横から見てください。引き出しがついてますですね。はい、中にはウォンドとコインがついてます。コインホルダーです。これ収納することができます。カードも入ります。ウォンドも入ってます。それで、まあ、あとは小物も入れて素敵なマジックをお客様に見せて差し上げてください。